はい、こんにちは、翔太です。ポケモンのね、シーズン5の、前のシーズンですね、シーズン5の動画をまた上げていくんですけど、前回は最終試合とその1個前の最後の僕の2試合だったんですけど、今回からはまあまあシーズン5の3桁チャレぐらいの順位、まあ、ギリなんか許してもらえそうなそれぐらいの順位から動画を上げていこうと思います。で、また前回の動画と同様に概要欄に僕の構築記事のリンクを貼ってあるので、まあ、よかったらそっちも一緒に見てみてください。で、これからまあ多分、まあ、気分でちょっとシーズン後のその、まあ、ギリ許してもらえそうな順位の動画をアップしていくんで、まあ、ちょっとよかったら見てください。で、これが今、さっき映ってたんですけど、ちょうど3桁チャレかなっていう、相手の順位次第ではあるんですけど、多分3桁チャレぐらいかなっていう順位からの動画になってます。で、対戦相手の構築が、まあ、球根が微妙で、まあ、レイドしたいっていうところで、トゲキスですね、にはドヒドイデとピクシーをセットで投げたい。で、ナットレイはドヒドイデと、まあ、焼いた後にクレベースかアーマーガー、ミミッキはクレベースかアーマーガーで、ドヒドイデはドヒドイデミラーで、まあ、TOD になるかなっていうところなんですけど、まあ、運転する感じで、ヒトムはドヒドピクシーで見れるっていうところで、まあ、ドヒドピクシーアーマーガーで多分なんとかなるんじゃないかなっていう感じで選出をしてます。で、まあ、できることならステロマイときたいところではあるんですけど、まあ、なんか結構この何日か前ぐらいに結構潜ってた時に、初手ピクシー投げてる試合でほとんど負けてたんで、この辺の頃はもうなんか初手ドヒドで行こうっていう、その辺のその初手ドヒドで入ってる試合は結構勝ってたんで、初手ドヒドで行こうって決めてましたね。で、相手がアットレなんで、まあ、この対面はもうとにかく焼いてアーマーガーに引くっていうところなんですけど、まあ、交代際に宿り着を刺されたくないのと、まあ、どれだけで焼いてくれるかっていうところで、まあ、これ一発目で焼いたんで、まあ、結構運が良かったっちゃ良かったんですけど、実際この打ち合いはお互い死なないんで、一生熱湯と、いや、ナット側は宿り着巻いて、まあ、種ガンかジャイロか鉄壁積んでプレス打つかみたいな、まあ、お互いやることないんで、まあまあ、この火傷は別にいつ引いてもっていう感じですね。で、ここ次は宿り着来るかなっていうふうに考えてたんで、ネットでもう一回突っ張ってます。で、まあ、相手は予想通り宿り着の種と、で、ステロ先に巻かれてるんで、TOD とかになったりすると結構微妙だったり、だいぶ、まあ、怪しい雰囲気はあるんですよね。ただまあ、っていうところで、相手この対面が、その相手も相手であんますることなくて、普通にこっちの交代読んで宿り切れんだとか全然あったんで、ここもずっと熱湯と、まあ、しばらく自己再生押すぐらいな感じで、まあ、グダグダやってます。ちょっとこれ多分ね、長いからここの部分はだいぶちょっとカットを挟むつもりでいます。はい。で、まあ、あれからちょっとあまりにも長かったんで少しカット入れたんですけど、まあ、熱湯と再生を交互に押すみたいな感じですね。まあこういう試合にね、受け気味の構築は得てしてなりやすいんですけど、 TOD を制することが一番大事だと思ってるんで、ちょっとね、 TOD、まあ、この対面一生続けると負けちゃうんで、なんとかこの辺へのもうちょいなんかこう準備はしたいかなっていうところで、相手がしびれ切らしてトゲキスに引いてきたところにこっちネット押せてて、これは結構美味しいですね。相手そのまま TOD で勝ちだったんで、まあなんか理由があって引いてくれて、で、しかもこれが焼けるとっていうことで、もうトゲキスの処理がだいぶこの時点で見えてて、なんかこれ結構すごい、なんかまあ、運よくっていうか、なんか救われたなっていう感じでしたね。こっちは想定通り、まあ、毒か火傷入れたら、ピクシーに引いて、まあ、交互に交代しつつ、まあ、ダラダラやるみたいな感じで、突撃室の処理を想定してるんで、まあ、こんな感じで、ぐだぐだやってきます。で、キスの匠なんですけど、ここ匠から入ってくれたの助かってて、ピクシーが天然のおかげで匠が関係ないんで、エアスラとか少しでも削れる技から入られるのが一番嫌だったんですけど、これはまあありがたかったっすね。
で毒じゃない分ちょっとトゲキスが倒れるのが遅いんですけど、まあ残飯もあるんで守るとツキピカ交互に押しつつ粘っていこうかなっていう感じですね。こっからまああまりにもひるみ続けるとワンチャン負けなくもないかなって感じですけど、まあまあ一応やけど入ってるんでそれまでにはなんとかなるかなって思ってます。でこっからナットに戻してきて TOD みたいのはもうトゲキスが削れてる分で勝ちなんで、だいぶこの時点ではもう余裕があるかなっていう状況ですね。多分今これチラチラ相手の構築見てるのは、なんか相手の残り勝ち筋何があるかなっていうのをちょっと計算して、うーんっていうなんか悩んでるところでした。で、ここはまあ運よく、ムーホースで動くと。まあ結構この試合はだから、ネットがトゲキッスに交代際に刺さったり、ピクシーが割とすぐ動けたりっていう感じで、かなり運のいい感じで試合を進めれましたね。ここからまあ守ると、ツキピカかムーホース交互に押すだけなんで、で、この時点でまあ TOD も視野に入れてっていう感じですけど、で、ここまあ相手して守るがもう一回見えるターンだったんで、この試合ではステルスロックをしましたね。これでもう裏に引いて、突撃数も、もうだいぶ行動回数がこれで制限されるんで、まあすごいこの時点で楽な、もうこの時点でほぼ勝ちかなっていうところまで来ましたね。で、まあダイマックスされて、ダイスシールとかで、トゲキス、あ、違う、ピクシーを削られるのも嫌だったんで、ドヒドイデに、もうすぐに引こうっていうところで、で、相手がここで、降参っていう感じですね。はい、では続けて、そのまま2試合目やっていくんですけど、さっきの勝ちで、順位が959位まで来ました。3桁チャレに成功したんで、ここから3桁でじわじわ順位上げたいっていうところで、相手が1796位と。で、まあ相手の構築的に、ドヒドイでアーマーがピクシーでほぼいけるかなっていう感じですね。トゲキスはいつも通り、ドヒドピクシーの処理、ミミッキュはアーマーが、カビゴンもまあ基本的にはアーマーがとドヒの毒とかで、ドリーズはアーマーが、で、ヒヒダルマはドヒドイでとアーマーが、かなっていう。まあ、ピクシーも守るがあるんで、こだわってる技を確認してから裏に引く。みたいな感じで処理しようっていうところですね。で、ミロカロスは、別になんか、そんなやばさが全くないかなって思ってたんで、あんまり気にしてません。まあ、最悪、なんだろう。なんか変なフルの事故でこっちが1体持ってかれた後に TOD されるのがちょっとやだかなぐらいで、まあでもそれは言ってもしゃあないんで、そうならないようにっていうところですね。相手初手、トゲキスから来ましたね。で、ここはまあ、最初から考えてる通り、毒毒を入れて、ピクシーに引くと。ただまあ毒毒がね、本当に入れれなくて、匠とかから入ってくる場合はラムを持って、結構すぐ押し切られちゃうっていうことがあって、で、なんていうんですかね、まあ、だいぶエアスラヒルミに関わってくるところなんで、なんとも言えないんですけど、って言って、この時点でまだ匠も切れなくて、ただ、できればトーチ化をして少しでも HP 確保したいっていうのもあって、今一応、匠まれてもまだ、裏で、ピクシーで対応が効くっていう風に考えてるんで、まあいいかなみたいな感じですね。で、ここはエアスラを透かしていくと。で、なんかこだわってるのかなっていう、その今の統治下見えない場面ではなかったんで、なんか匠とか別の技をしてきてもおかしくないかなとは思ってたんですけど、まあここもひるむと。まあもうしょうがないんですけどね、これは。ドヒドが、まあ、黄色ゲージまで来て、ってその相手の裏的にドヒドイデの HP が再生力の回復分だけでそのなんとかなるかどうかなっていうのを考えて、ちょっと HP 確保したいなっていうところでここはトーチ化をしてます。このトーチ化が結構まあ読まれるっていうか安易なんですよね。
読まれて悪巧みこうやって押されちゃうんで、あまり良くない立ち回りなんですけど、ただエアスラの圧力がすごくて、本当に少しでも HP 確保したいっていうところで、なんか統治下押ささせられちゃうみたいないう試合が多かったですね。で、たくまれたんで、こっちはもうピクシーに下げるしかなくて、この時点で毒か火傷が入ってれば、まあなんとかなるかなって、だいぶ分はいいんですけど、何も入ってないんで、ピクシー単体でどれだけ頑張れるかっていうところですね。で、少しでも HP、ピクシーを確保するために守るから入ってます。残飯の回復量が少したりともね、惜しいので、でもう相手のトゲキストには高まれてるんで、このピクシーでトゲキストなんとかする以外にはちょっと勝ち筋がない状況ですね。でひるむと本当にこのなんかちょっとのこれですごいきつくなるのが、なんとかなんないかなっていうトゲキスだから、まあこれこういうちょっときつい時が、まあ、たまにあるんですけど、そんなに成功率5割ぐらいはあったんじゃないですかね。ドヒドヒとピクシーで処理するっていうルートの。だからきついのが、強運ピントレンズの方で、あればっかりは本当にどうしようもできなくて、ただなんかずっと昔からっていうか、どんぐらいからいるんだろう。シーズン2の頃にはもういたのかな。なんかでも結構前から一定数ずっといるイメージで、でもこの段階でダイマックス切っても、まあ、HP のその押し合い的に絶対間に合わないんで、動くしか勝ち筋ないなって思って、今のところは突きピカをしてますね。ダイマックスせずに、ダイマックスすると回復ができなくなっちゃうっていう、そこがちょっとネックですよね。これ通算どんぐらいなんだろう4回ぐらいは連続でひるんでんのかなまあまあ受け気味のね構築はちょっとそういう弱点があって、そういう相手のこういうのを引きやすいっていう、まあしょうがないところなんですけど、でピクシーが倒されちゃって、まあまあだいぶ絶望的な状況ではあるんですけど、エアスラ外しワンチャンないかなみたいな感じでドヒドヒで突っ込むことにしました。で裏アーマーガーなんで、たくまれてるトゲキスの放射とかで簡単にやられちゃうんで、まあ、それがきついとこですよね。受け構築はなんかその受けのサイクルの一箇所でも破られると、こう雪崩を打ったように全部一気に崩壊するみたいな、まあ、それが、まあ、唯一ではないけど弱点っていうか、まあ、苦しいところなんですけど、まあしょうがないですね、構築の性質上それは。でこう毒入るんですけど、エアスラもかわさなかったんで、まあもうないかなって。ここで相手ダイマックス切って終わりなんで、この時点でここからはもうなんか願望プレイングでダイマックス切んないでエアスラ外してくんないかなみたいに思ってたんですけど、まあ、そんなね甘くはないんで、ここもそう統治下読まれてるし、まあなんか押せないんですよね、強気の行動をどうしても、まあ、それが構築の性質上なんか強気の卓を通して勝つみたいな構築ではないと思ってるんで、この事前に決めたプレイングをやって、まあ、負けるならもうそれはしょうがないっていう風に思ってるんで、まあなんか割り切りも必要かなっていう、ちょっとまあ4連ひるみとかは、まあ、でも起こりうることなんで仕方ないですね。でこれで、まあ、ダイマックスでドヒドヒでも貫かれちゃいますね。プラス4の大ジェットは受かるわけがないんで、ねこれ悔しいのが、せっかく3桁やっと乗ってこっからだっていう時にまたねすぐ4桁に叩き落とされてしまうっていう、まあ、苦しかったっすね。これなかなかボタン押さないのはなんかもうみたいに文句言ってるんでしょうね、多分。あ、これ声、全部後付けでつけてるんですけど、多分、この当時、なんか文句を言ってたような気がします。画面に向かって。で、これで、
通じないんで、なんかツイッターになんか暴言でも書き込んでるんですかね、この時間に。早く降参をして次の試合に行くべきなんですけど、あ、やっと諦めがついたみたいですね。なんか耐えきれなかったんですかね、この降参をして元に戻すみたいな、こういう笑いが来ました。なんか悔しかったんでしょうね、きっと。ワンチャン火炎放射積んでないやつだったりしないかなみたいな。まあそんなわけがないんで、まあまあでも悔しかったですね、この時は。ずっとそう、このトゲキッスにこうやってやられるか、強運ピントレンズみたいのにやられてて、なんとかね、なんかこうそういうのをまとめて解消できるようなポケモンを用意したり、構築作りにするべきなんでしょうけど、なかなかそれが難しいですね。なんか8世代永遠の課題かなっていうトゲキッスの処理が。あ、まあ受け構築では特にそうなんじゃないかなと思ってますっていう感じで、まあこの試合は負けてしまったんで、まあちょっと残念でしたね。でまた明日の動画で、明日？わかんない、気が向いたら編集してアップします。じゃあおつ。